株式会社スタニングアーツは、東京都目黒区自由が丘にある企業。ファーフィとト、シルエットなどのアパレル系ブランドを展開する。東京都目黒区自由が丘3の13の12階に、本拠を置く。陶器場の本店または主たる、事務所の所在地は、愛知県一宮市、富津川座川向かい30番地1。アパレル製品の企画、開発、販売、EC 店舗開発。 運営のほか、撮影スタジオやプロダクション、ファンクラブの運営、各種イベント企画立案、運営を手掛ける。2015年12月創業、2018年1月に、会社設立。6月15日、複数あった通販サイトを統合し、サロン D、ARTS オンラインストアを開設した。ファーフィートバインダーブルマファーフィート、バインダーブルマティーバック女性コスプレイヤーのなるみ。 レーネがフェティッシュキュートをコンセプトに立ち上げたブランドで当初はパーフェットと表記した。パルフェットと読みフランス語で最高に可愛いという意味を持つ。ナルミが気に入っていた美少女ゲームのパルフェから取ったという。2016年1月クラウドファンディングサイトのキャンプファイアで趣旨を募ったところボンデージ衣装をレースで可愛らしくアレンジしたランジェリーの レースリミテーションが SNS で話題となり、期限の3月10日には当初の目標金額50万円の6倍以上となる324万円もの資金が集まった。年末にはイラストレーターのエリモがデザインしたスイーツ下着を開発。2018年初の水着となるビーチパーラーを開発した。その後も竹を短くしてへそが出るようにした体操着や、 肌に密着し側面に大きな開口部を設けたブルマー、横じちやお尻がこぼれるハイネック型ティーバッグ、競泳水着などをリリースし、フェチ系衣装ブランドとして認知されている。製造工場は非公開、ファーフィートの姉妹ブランド。イラストレーターのシロソファミが戦闘機をモチーフにデザインした戦闘機になれるパーカーを2017年に製品化した。 両手を広げた際に戦闘機のシルエットに見えるように作られており、これがブランド名の由来となっている。元となったイラストが公開された当初から実際に着てみたいとする声が SNS で上がっており、初回販売分は予約開始後わずか24時間で完売した。2019年には SF 作品の戦闘妖精、摂布とコラボレーションしたビディシタ。 プラス戦闘用性セップシルエット FFR-41MR メイブモーフィングパーカーが発売された。ABCD 会社紹介。スタニングアーツ。2020年6月15日閲覧。株式会社スタニングアーツの情報。国税庁。2020年6月15日閲覧。通販サイトを一新いたしました。スタニングアーツ。 2020年6月15日閲覧。ナルミユイの2018年4月1日午後7時30分のツイート2020年6月17日閲覧。AB、ボンデージを可愛く。大胆キュートなボディアクセブランドがクラウドファンディングで支援募集。ネトラボ。IT メディア。 https コロンスラッシュスラッシュ NLAB.itmedia.co.jp スラッシュ NL スラッシュアーティクルズスラッシュ1602スラッシュ06スラッシュ NEWS0A 参考 .html2020 年6月15日閲覧 AB ユキカズアイボンデージを女子目線でファッションにクラウドファンディングで300万円以上を集めた 高速ランジェリーができるまで。ネトラボ。IT メディア。https://nlab.itmedia.co.jp/.nl/.articles/.1603/.18/.news169.html2020 年6月15日閲覧。藤木亮介。 人気レア、えなこさん起用の、セクシーかわいすぎる、スイーツ下着が良すぎる。海遊、海遊。https コロンスラッシュスラッシュケイイイエアダッシュワ k a i ドットネットスラッシュアーティクルスラッシュ367392020年6月15日閲覧。タバタアンジ。ケーキみたいなランジェリー、スイーツ下着が、夢かわいい。プロジェクト公開から約1時間で、 目標金額の100万円を達成するほど大人気。ポーチ、ソシオコーポレーション。https コロンスラッシュスラッシュ y o u p o u c h c o m スラッシュ2016スラッシュ12スラッシュ23スラッシュ405990スラッシュ2020年6月15日閲覧。驚愕合計831万円の支援金が集まった、スイーツ系ランジェリー制作プロジェクト。 一アップ情報局。吉倉デザイン。https コロンスラッシュスラッシュ k k 一 u p j p スラッシュアーカイブズスラッシュ ss135.html2020 年6月15日閲覧。コスプレ、神が飼っている、衣装ブランド、パーフェットがセクシーで甘い、ビキニをリリース。一アップ情報局。吉倉デザイン。 https://kkhup.jp://archives:/20180228p-arfaite.html2020 年6月15日閲覧。グラビアアイドル、ユー・リーツカサのブルマ姿がエロすぎる。まさかの、ノーブラジーカップ発言もオタポル。 https://ota.pol.com/.2019/.12/.post-88330.html2020 年6月15日閲覧。美少女レイヤー、イクミ、ティーバック競泳水着でじ尻あらわ。エロすぎる、食い込みにファンモン絶。メンズ再造。再造。 h t t p s w w w m e s c y z o c o m スラッシュ2020スラッシュ04スラッシュポスト149272 html 2020年6月15日閲覧ファーフィートパルフェットの2020年8月6日午後2時14分のツイート2020年9月4日閲覧山下智也 戦闘機になれるパーカーって両手を広げたら、飛べそう。海遊、海遊。https コロンスラッシュスラッシュ k-a-i-you.net スラッシュアーティクルスラッシュ482332020年6月15日閲覧。夢が膨らむ、戦闘機になれるパーカーモデル、アンニー・イトーフ、アンドア・マツ。 ケティック、ケティック、h t t p s q e d i c j p l i f e f a s h i o n s y l h o u e t t e 1 7 21 21 1 2 1 1 2 7 3 2 6 9 2 0 2 0年6月15日閲覧。エモーション、ビデオや LD のパッケージアートをグッズ化するビディスタの ポップアップストアが8月9日から秋葉原で開催。電撃ホビーウェブ。角川 https コロンスラッシュスラッシュホビー .dengeki.com スラッシュニューススラッシュ82228スラッシュ2020年6月15日閲覧。ジロフラックス。スタニングアーツ。2020年6月15日閲覧。アクセス。 ブルーエッグ、2020年6月15日閲覧アクセスブルーエッグ名古屋2020年6月15日閲覧ありがとうございます